まあ、感動したし、まあ、本当に息子と、まあ、奥さんもそうですけど一緒に祝えてもらえたっていうのは本当に感謝してますし、ああいう場を設けてくれたゼルビアの関係者の皆様にも本当感謝しています。いや、まあ、本当お疲れ様っていう一言でも僕は十分なんで、まあ、あとまあいつもご飯もたくさん作ってもらえてるんで、まあ、日頃のどっちかって言ったら僕はいつもありがとうみたいな感じですね。最初の頃は別に何にも考えてなかったんですけど、まあ年を取るにつれて、まあ、僕の中では後悔しないようにっていうことだけを考えてやってるんで、毎日の一生懸命それです。変わった思いの方が多いかな。今の若い子たちは本当に、まあ、自分にベクトルを向けていろいろやってますけど、本当に僕が若い時は本当に何にも考えずに、まあ、ただ単に1試合を終えるだけの僕だったんで、まあ、そこからやっぱり、まあ、徐々に危機感もやっぱありますし、もう少しサッカーやらなきゃいけないなっていう思いもありますし、まあ、その積み重ねがやっぱ後悔しないことが一番大事っていうのが気づかされた、まあ、何度か首の経験も味わって行くチームもない状態もあったんで、まあ、その時に初めて、あ、これじゃダメだっていうふうに気づかされた自分もいたんで、まあ、本当に後悔しないようにだけを考えて毎日を送ってますね。僕が言えば多分やるしかないって向こうは多分思ってると思うんで申し訳ないですけど、まあ、本当にまあ少しずつでも、まあ、特徴とかだったりとか、今後どんだけ一緒にボールを蹴れるか分かんないんで、今は本当に仲間なんで、まあ、少しでも一緒に成長できたらいいなと思ってます。どこだろうな、でも最初の試合ですかね、まあ、今でも覚えてますけど名古屋と神戸の試合だと思うんですけど、まあ、初めて緊張しまくって頭が真っ白になったっていう経験は今でも覚えてますし、まあ、前半交代だったんですけど、もう本当にあの時はあんま緊張するタイプではなかったんですけど、めっちゃ緊張したのは覚えてます。やっぱ入れ替え戦、まあ、それは多分カウントされないかもしれないですけど、やっぱ J3 と J2 の入れ替え戦っていうのはやっぱ鮮明に覚えてますし、まあ、あれがあそこで勝たなかったらいつ J2 に上がってたかもわかんないですし、まあ、印象はすごいたくさんありますね、どの試合。僕は多分あんまそういうタイプじゃないんで、まあ、チームみんなでまとまって襲いかかれば大丈夫かなっていうタイプなんで、そんななんかずば抜けてっていう人はあんまりっていうか多分いるんですけど、僕の中ではみんなすごい上手いし、まあ、リスペクトを持ってやってます。毎年毎年たくさんの選手がね、場合若手でとか本当にすごい選手がたくさんいるんで、自分自身も成長少しでもできるように楽しみながらやってるっていうのが本音ですかね。では、まあ本当一番っていうのはいないですね。やっぱみんな人それぞれ監督のやり方、考え方っていうのはすごい本当に違うんで、それに自分が少しでも合わせられるように、まあ、いろんな監督いましたけど、自分が成長できるようにやってます。チームはガラッと変わったし、本当にみんな若くなったし、で、あとは、まあ、今までは個で劣ってた部分をチームみんなでカバーするっていう感じだったんですけど、今はどっちかっつったらやっぱ個が本当に強い選手がたくさん入ってきたんで、チームで勝てなくても個で勝てる、でも個が強いければ強いほどやっぱチームワークをさらに足していったらもっとやっぱ強くなるんで、まあ、今は本当に個もすごいしチームワークもいいんでいい結果が生まれてくると思うんで、まあ、試合出てる選手出てない選手いますけど、本当グラウンドでみんなが一生懸命本当にやってるんで、まあ、それが本当にいい効果につながってるかなと思います。今までゼルビアのために戦ってくれた選手スタッフ、まあ、関係者の皆様がたくさんいたから今があるわけで、まあ、僕は、まあ、ありがたいことにいろんな人選手たちをたくさん知ってるんで、まあ、そういった選手たちの思いを含めて、まあ、本当にまあ感謝してますし、皆さんには、まあ、これからどんどんまた素晴らしいスタジアム雰囲気になっていくと思うんですけど、まあ、少しでも長く一緒にサッカーできるように頑張っていきたいです。
ハンデさんとは、まあ、長く一緒にやらせてもらって、本当もう背中で引っ張っていくようなタイプだったんで、まあ、すごいメンタリティーを持った選手なんで、リスペクトっていうか、まあ、あと感謝ですよね。あの人がいなかったら、まあ、チームがどうなってたかは分からなかったんですけど、僕とか勇気とかがその今いる後輩たちに、まあ、背中で引っ張っていければ一番いいかなと思うし、あとは、まあ、みんながどう考えてくれるかだと思います。一緒に成長していく仲間って感じですかね。みんながいなかったら、寂しいし、まあ、明日からどんどん一緒に成長していって、で最後一緒に J1 に行けたら最高ですね。まあ、仲間っす。僕がこのチームに救われましたし、で僕がまあサッカー選手としても人としても本当にこのチームで成長できてるって僕は実感してるんで、もうあと何回みんなの前でサッカーできるのかも分かんないですし、あのスタジアムを気持ちよく一周歩けるっていうのも本当にもうタイムリミットは迫ってると思ってるし、だからそんな意味で本当に一人一人みんなの顔を見たいし、なんすかね、最近は感情深くなってきてるから、本当にみんなにありがたい、ありがとうっていう気持ちと感謝の気持ちですね。まああとどれだけやるか分かんないですけど、まあ、本当に後悔せずに燃え尽きたいですね。まあ一日一日はね、みんなと一緒に大切に過ごして、最後ご褒美で J1 行けたら、まあ、選手だけじゃなくてね、ゼルビアのために応援してくださるみんなとか、本当スタッフとか関係者の皆さんと一緒に全員で喜び合えたら最高ですね。一緒に戦いましょう。